市の総合リゾート長島温泉長島リゾートの提供でお送りします。朝のチャイムが鳴りました。私たち私立恵比寿中学です。551の豚まんこと必死のパッチ柏木ひなたです。大阪のラッキーゾーンこと星並みです。なにわのたこ焼き中学生出席番号12番の加山莉子です。どうもお世話になります。吉田です水京木本です。まあ先週というか前回からね、はい、この台本にいつも入れてるこの関西版自己紹介、うん、台本には書いてたんですけど、はい、それをなくそうともう身についているであろうということで、うん、もう台本には書かなくしたんですよ。いつも見てたからね。はい。だからそれなくそうぜっていうことになりまして、うん、ひなちゃんはもうバッチリ覚えてますもんね。ほんで、りったが何でしたっけ？なにわのたこ焼き中学生。本当は、うん、やっぱすっきゃねん。忘れてた。そこそこいきなりか。きゅうりすっきゃねん。ね、はい、なにわのたこ焼き中学生やったんですけれどもね。で、みれちゃんは何でしたっけ？何て言いました？大阪のラッキーゾーン。うん。こと、星名美玲です、ね。はい。出席番号、ラッキーセブン、エビ中のラッキーゾーンこと、星名美玲です、ね。皆さんね、もうちょっと大阪に愛を持ってもらっていいですか？ラッキーゾーンだけ覚えてた。で、外すならとことん外してほしい。だいぶかすってんの。あながち間違ってはない。そう、あながち間違ってはないんですけど。メモるのやめてくださいよ。あ、すいません。ちゃんとこれは覚えてくださいね。はい、みんなが、リスナーの方が一生懸命考えてくださって、みんなのこのね、キャッチフレーズ作ってくれましたんで。はい、次から台本に書かないのと、ペンもなくします。メモれない状況。メモれない。そうですね。お願いいたします。さあ、この番組は。はい、関西のことを全く知らない関東出身の中学生、我らエビ中が、リスナーの皆様から関西の驚き情報や最近の関西事情などを教えてもらいながら、うん、関東一の関西フリークを目指す番組です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、やりました、恵方巻きは。やりました。あ、やりました。ちゃんと願い事。そう。あ、お昼に食べ、うん、お昼と夜なんかどっちも恵方巻きになっちゃって。そんなことある？なんか、うん、お仕事でお昼恵方巻きがあって食べたんですけど、うん、なんかすごい話しかけてくるんですよ。私が食べてる間に。まあ、喋ったらあかんからね、恵方巻きって。わざと話しかけてくるからお願い事しないで終わっちゃって、一本目。意味ないやん、ほんと。ただの食事やん。で、お家でちゃんと食べて。で、お願い事して。だけど、お腹いっぱいで途中で残しました。全然あかんやん。リッダンは？私は、レッスン終わりに、うん、なんか、今日やっぱり節分だから、絶対、ほんまきだなと思って、言って、なんか、お母さんに聞いたんですよ。うん、で、なんか、あ、恵方巻きなのかなと思って楽しみにしてたら、普通のクリームコロッケで帰ってきて、恵方巻きはって言ったら、ないって言われて、うん。食べてないんや、じゃあ。食べてないんです。ひなちゃんも食べてないと。食べてない。木本さんどうですか？俺食べたよ。毎年絶対食べる。あ、ちゃんとそこはしっかりやってるんですね。そう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 。で、石田さんとはちょっと合わないですね。はい、僕はもう、はい。なんで？食べないんですか？あんなわけのわからん文化なの。石田さんこれずっと言うんですよ。はい、はい、はいはい。でもなんか年に一回、なんか太巻き食べる、はい、感じはちょっと楽しいやん。はい、まあまあまあ、まあ、まあ言うてることはわかりますけど、でも、なんやろ、なんかの、策略に溺れてるみたいなね、なんかどっかしらのなんか作戦が。いや、そんなことないっすよ。そんなこと言っちゃったら全部そうじゃないですか。そんなそんなチョコレートかってな、バレンタインが、うん、そうじゃないですか、そうじゃないですか、うんうん、ほんなら、はいはい、バレンタインもそうやって思うやったら、はいはいはい、バレンタイン例えば不安の人にね、はいはい、チョコレートとか今までもらったことない、はい、いや、もらってますよ。もあかんやん。いや、でももらう側ですから。いや、せやけど自分からちょうだいとは言わない。いや、俺受け取らないぐらい言うてるんやったら、もうなんか筋通ってて、そうか、と思うけど、うん、そこはもらうんやろ。受け取らないのはもう訳が分かんないじゃないですか、それは。ちょっとそれは喧嘩ですもん。俺と。恵方巻きから喧嘩すな、お前。こんな感じの放送になると思わない。あ、でも今日はね、2月10日ということでございますので、石田さん、R1 優勝おめでとうございます。おめでとうございます。もうちょうどさっき終わりましたもんね。ようやったよね。いや、頑張った頑張った。ありがとうございます。2月10日、9時に終わって、はい、8時だから50分ぐらいで涙の、やりましたっていうのを見てて感動しましたね。そうですね、やっぱりね、最後のコメント何て言いましたっけ、優勝した時の。まあ、優勝キャラですからみたいなこと言いました、ね。言ってましたよね。言いましたね。言いましたね。宮田さんに突っ込まれてました。はいはいはい。やめへん。え？やめへん。いや、ちょうどこれ2月10日11時半からなんで。いやいや、それは気持ちはわかるけど、うん。もう決まってるもんね。いや、違う、バッタバタなんですよ。え？
あの、もともと音源を使おうと思ってたんですけど。ネタでね。ええー、ネタで音源を使おうと思ってたんですけど、うん、ほんまにその音源が使えませんってなったんですよ。はい、だから今、バッタバタなんです。そうなんや。まあ、はい、音自体著作権があるんで、はいはい、勝手に使っていいもの使ったらいけないものってあるから。難しいよね。あの、キングオブコントとかもそうやけども、はい、DVD になるっていうのが決まってたりするから、はい、DVD ってなかなかね、音源を使うの難しいから、はい、うん、そこ想定したら。で、DVD にならないんですよ。なのに。なのに音源が引っかかるっていう。そうなんですよ。今、バッタバタ。だから、その、音の元からしたら、バラエティーに使ってくれるなよっていう人もいるでしょうね。そりゃいるわな、しゃあないわな。そうなんですよ。汗が止まらないんじんわり体から汗が止まらない。そうなんや。言うても本番的にはあと1週間か。そうです。もう、あっという間なんでね。いや、頑張っていただきたいですね。頑張ってください。優勝すれば、500万円ですっけ。そうですね、500万。だから、なんか、好きなもの。あ、やったー。いいよ、いいよ。しゃぶしゃぶ連れてってください。お願いします。楽やわ。いいやん、みゆちゃん、しゃぶしゃぶね。しゃぶしゃぶ。いいしゃぶしゃぶ。リッタなんか欲しいものとか言っとったら。じゃあ、トランペット買ってください。結構するよ。結構するね。リッタ、毎回トランペット。毎回ね。吹きたいの。どうしても吹きたいの。だって、優勝したら安物のトランペット買うたらだら。いや、いいよ、いいよ。入門用のね。2、3万円ぐらいであるんじゃん。うん。うん、いいよ、トランペット。うん、買ってみなちゃん。どうしよう、冷蔵庫。冷蔵庫ああ、おうち、おうちに。前も言ってたよ。おうち、それ、あれじゃないの、あの、前は稽古場用意。前は事務所用意だけど。前は事務所用意。今はおうち用意。おうち用はちょっとなんかあれやわ。ちょっとお母さんとお父さんにも一回頭下げてもらって。じゃあ、エビ中用で。エビ中で冷蔵庫まあまあ、まあまあ、高いんちゃうの俺、あの、車運転するときのグローブなんか買う。グローブいや、自分で買え自分で買え自分で買わんやつでしょあんな一回やってみたい。誰かにもうたら使うかもしれない。これ、英語の肉ください。英語ランクの肉が欲しい。あ、いいね。ああ、お願いします。高いやん。正規にブランド牛の。量は俺が決めるから。量はお前が決める。いやいや、頑張っていただきたい。楽しみ。っていうか、決勝行ってんの、すごいね。素晴らしいですよ。俺、尊敬するわ、ほんま。いや、もうほんまも。だからあれやろ、あの、R1 を、あの、コンビやのに、わざわざピンで受けて、自分の力を見せるっていうことをするっていうのは、基本的にピン思考やねんな。あ、そうです。あ、そうなんや。そうなんや。あ、そうなんや。そうです。話盛り上がれんからね。そうなんや。そうです。うん、そうそう。ちょっとメール紹介いたします。こちら、大阪府にお住まいのラジオネーム、ひちょりんさんですね。この間、あやちゃん、みれいちゃん、りななの出演した、とある関西のラジオ番組、わかりますかね？覚えてますね。とある関西のラジオ番組で、パーソナリティの方に、君は賢なんやね、と言われたのに対し、全員固まってましたね、と。おそらく関西弁の賢の意味が分からなかったんじゃないんですか。まだまだ関西の勉強足りてないようですよ。石田さん教えてやってください。うん。分かんない、賢。分かんなかった。あ、今はもう分かった。いや、分かんない。ま、でも賢いという意味なんですよ。賢やねって言うんですよ。え？ええじゃないですか。頭いいねっていうのを、賢やんって言うの。ああ、賢いやん。賢いよ。あ、なんとなく合ってたんだ。合ってる合ってる。そうなんだ。何言ってるのかなと思って。そんなにわからん。あと言いつけたら賢いになるぐらいのフレーズやねんけど。賢いなんで、はーってなってた。あ、そう。一瞬ピーンと来へんねや。え、それ賢いやねって言われてどうしてみんなほんま黙ってたん？なんか、黙ってた気がする。黙って、もうその記憶すらないやん。うん、じゃあ黙ってました。いや、適当しようかしら。そら、ミネちゃん呼ばれへんわば、この番組。なんでいや、めっちゃ久々やもん。ミネちゃんが、なんかあんまりこの番組に来ないんで、久々やなって言ったら、なんか、あんまり呼ばれないんですって言ってて、10月以来なんですって。そうなんや。だから適当に喋るからって、もう、やっぱひなちゃんとか気合入れて喋ってるもんな。嘘じゃん。ふな、ふなって言うね。もう今日は何喋ろうかなとか頭の中まとめてきてるもんな。な、ミレちゃんもそうやろ。ミレちゃん。あ、ミレちゃん、ミレちゃん。そうです。あの、リコちゃんもそうやろ。な、だからミレちゃん今ボソッと、8月から来てないと思ってた。10月や言うてんのに、もっと自分では来てないそうですね。だってさっきも、なんかスケジュール、8月のスケジュールに星名って書いてあったけど、メールが来なくて来なかったんだよね、とか言ってたよ。だから売り込みが足らないんじゃないですか。やっぱりこのエビ中なんやね、3枠しかないんでね。で、まあ、ひなちゃん毎回ですから、実質2枠じゃないですか。ここに出るためにはもっと売り込んどいた方がいいんじゃないですか。誰にですか？もう、みんなじゃん。スタッフさんもそうですし、マネージャーさんとか。
ね、よろしくやいやさ、キモスさんもそうですし我々ノンスタイルもそうですけど、僕らがやっぱミレイちゃんがおると盛り上がるよねって言ったら、ちょっとしたら頻繁に呼んでくれるかもしれない。じゃあ私いないと盛り上がんないですよね。結構高圧的に来るいやなんかすごい最近 圧が強い人たちに囲まれて育ってきたんです。ここなんですか。 誰その圧が強い人って。あのももクロのピンクの方とか、うん、圧強いやん。ももクロ姉さんのピンクの方とか、うん、と一緒に遊んだりしてたら、ね、どう圧が強いの。いやなんかすごく、いや自分のことを可愛いって、うん、まあ可愛いんですけど、うん、そのアピールがすごくて、うん、いやなんか私もイメージカラーがピンクなんですけど、なんかすごい負けてて、うん、ピンクとして、うん、いやもっと圧出した方がいいよとかいろいろアドバイスされたんで、されたん、うん、で今ちょっと強めに、はい、ちょっと使ってみました。そうね、はい、使い切れぐらいな。まあ、まあ、同じピンクなでも学べることいっぱいありますもんね。そうですね。それ何して遊ぶの、ももクロちゃんと。遊ぶ遊ぶ、うん、なんか遊びには行かないの。あれ、お仕事、お仕事で、あ、仕事で一緒になるぐらいか。そうなんです。ほんでどっか二人で遊びご飯行こうとか。あ、それやるんですけど、うん、叶わない夢でいつも終わっちゃって。へー、 そんなに大変なの。かなこちゃんとかといつも、なんかかなこちゃんがいつも言ってくれるんですけど、なんか行こう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 ってなって会わないで終わり。いつか行きたいってずっと言ってます。ももクロちゃんとエビ中のメンバーはやっぱ仲いいの、みんな。仲いいよね、みんな。そうか、年齢的にはももクロの方がちょっとお姉さんだな。何してんねやろと思いますよね。どういうこと。ももクロとエビ中がこうみんな集まって。あ、集まってな。はい。なんか。騒いでるよね、みんなで。おしゃべりとか結構。じゃあ同じテンションで騒いでる感じなんや。はい。あ、同じメンバーのようなノリで。でもちょっとみんな緊張してない。緊張してる。やっぱり基本ちょっと緊張すんねや。でもそのももクロのピンクの方と、うん、そう名前言うんだよ。さっきからアーリン、アーリン、アーリンとお前はって同じ年なんですよ。同じ年なんです。そうか。でもなんだけどグループとしてはももクロちゃんの方が上だから、前はもうなんかどうしていいかっていつもなんか、はい、確かに確かに。敬語を使って喋るわけ。敬語じゃないもん、うん、普通にもうなんかフランクに喋んねや。そうですね。でもなんかちょっとこうどっかで緊張してる感じや。緊張、あ、いいね。敬語じゃなくていいのかなとか結構思う。へぇ、ももクロさんになるわけ。ももクロちゃん、あそこはももクロちゃんや。はい。あとそういうだからあのジャニーズさんみたいな感じで、その別になんか組んで読んだりとかそういう感じやよ、だイメージは。うん、でもももクロ姉さんとかもたまにやる。あんのたまに。冗談で結構姉さんって言ってもらってる。先輩とか。先輩とか。芸人で言うシルク姉さんって言ってるようなもんや。なんでそこだけ言うの。もっとおるでしょ、姉さんいっぱい。でも見てみたいですね、そのね。ぜひだからこの、ここにもゲストで来るように言っといてよ。あ、いいよ。うん、ねえ、な、いやいや、ほんま来てほしいわ。逆に緊張して多分エビチューメンバー誰も喋んなくなっちゃう。一番かいですよ。ぜひぜひね、それはもうちょっとまた遊びに来てよってお伝えくださいね。ね、はい、さあでは曲行きましょう。それではここで曲を聴いてもらいましょう。曲は私立エビチ中学で金八ダンスミュージック。エビチューなんやねん。番組では皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスはエビアットマーク mbs1179.com です。よくわからないメールのコーナー。ほんまによくわからんコーナー始めました。なんすかなんすかなんすか、これ初めて。うん、なんすか、はいはい、さあこちらは、はい、このコーナーはリスナーの皆様からいただいた不思議なメールを捨てるのがもったいないから紹介して実際にやってみるコーナーやで。あのですね、お、関西っぽいコーナーやな。たくさんメールいただいてるんですよ、やっぱり美中のファンの方々から。はい、ほんでまあね、あのオープニングで紹介させていただいてるとかしてるんですけれども、うん、これどういうことやねんとか、うん、こう何を俺たちに伝えたいねんとか、うんうん、何してほしいんやみたいな、うん、ちょっと紹介しようということで、いい、ね、うん、まあ、今回このメールを読むのは僕が読むのもあれなんで、ちょっとリッタンに呼んでいただこうということで、うん、はい、リッタンメールの方紹介していってください、お願いしますね。あ、ライトネーム、ラジオネーム、うん、肉まんパクパクさんからです。はいはい、エビ中の皆さん、ノンスタイルさん、木本さん、こんばんは、うん、こんばんは。先日の回ではサークル系サンクスさんのプリンを食べていましたね。はい、番組内でいろいろなものを食べてると思います、うん、が
実は周りには見えないような少し変わった食べ方や好きなものなどありますか？ちなみに私はナスやキノコ類が大好きです。美味しい食べ方があれば教えてください、だそうです。え、どういうこと？何やろね、リッターの読み方入ってけえへんよ。文もそうなんかもしれないですけどね。結局どういうメールでしたっけ、リッター？ちょっともう一回あの噛み砕くと、噛み砕いてもいい？どういうこと？少し変わった食べ方や好きなものなどありますか？何の、え、何の、あの周りに、あ、周りに言えない、周り、実は周りには言えないような少し変わった食べ方や好きなものはありますか？うん、あ、リッターはちなみにあったりする？ない？そんな、ない？すごい顔だったよ今。リッターは、いや、このメールを読む人ってこうね、話をこう展開させないといけないから。 ありますか、ひなたちゃん？いや、私でもこのその肉まんパクパクさんは、ナスとキノコ類が好きって書いてあるけど、キノ、うん、でも、キノコは、え、なんだろう、キノコ、まあ、キノコに限らず変わった食べ方好きやでってのあったりする？ナスはでもお味噌汁、あ、のナスが好き。お味噌汁、美味しい、美味しい、まあまあ、変わってないもんな。美味しい。でも、それはいい食べ方よ、美味しい食べ方よ。揚げ、揚げナス。揚げナス。変わったもん。あ、わかんない。あ、もう言っちゃいました。もう言ってはいけないところ。まあ、こういうのが結局、はいはい、よくわからないメールの方なんです。確かに。こうなるだろうから、紹介してなかったんですけども。そういうことだ、あのフライドチキン買ってきて、あのその食べ残った骨を、うん、あの鍋の出汁に使うとか。だから、変わってますよね。そんなやつ変わってるからな。やるんですか？俺やれよ。例えば、例えばね、うん。やったら変わってるんですけど、うん、今みたいな、わからないってなる予想が、やっぱりスタッフさんがもう、分かってたので紹介してなかったんです、うん、なんでよくわかんないよ。そういうのばっかり紹介していきたいと思います。質問としては悪くない質問やけどな。うん、そうですね。じゃあ続いて、じゃあリッター。続いてのメールいきましょう、ラジオネーム、はい、森もみさんからです、はい、設定は、設定、設定は遠征先のホテルです。メンバーはその場で寝てください。リモトさん、ノースタイルさんは寝起きドッキリお願いします。え、だって言っちゃったら意味なくない？これこれもう意味わかんない。何を言ってるんですか？だからいきなり設定は遠征先のホテルで、私たちは寝てて、うん、3人が寝起きドッキリを仕掛けてください。まず何の設定だっけ？いきなり設定は、ね、でも書いてあるんですよ、そのまま、はい、ロケですか、それともなんか僕たちで今からこれアドリブコントをやる、まあ、そうなんじゃないですか、ミニコントしてくださいなのか。あ、はあ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 、じゃん、一応やるだけやってみますじゃん。寝起きドッキリ風って書いてある。今までやったことはないよね。寝起きじゃないの、はい、じゃあ3人が寝てま す、ね、で我々がじゃあおはようございます。今からですね、エビ中の3人が泊まってるというこのホテル、はい、鍵を入手しましたので入ってみたいと思います。ちょっと待ってください。起きてますね、完全に起きてますね。そりゃバレてるもんね。もうなるであろうから紹介してなかったメールです。そういうことか、はい、おそらく今日なる、こうなるであろう、うん、楽しい。逆にやってます。はい、我々が寝てる、はい、やりましょう。今日はノースタイルスのお二人と木本さんに寝起きドッキリを仕掛けます。イエーイ。それでは部屋の中に入ってみましょう。ガチャガチャ。おー、起きる、起きるわ、もうそんなにさらんか。どうしたらいいの？綺麗、綺麗と汚いが一気に増えるんだよ。なんか綺麗と汚い。私は綺麗な部屋ですね。ちょっとじゃあ汚いっていうか。なんでリッター俺らの部屋汚いってそんな。なんか、あの、入った瞬間、靴下が見えた。見えた。靴下がポイってやったのが。うん、想像力豊かや。汚かったが。だこういう、ちょっとこういう風に噛み合わないメールだなっていうことで今回紹介しなかったんですけども、捨てるのはもったいないんだけどもね、あの、エビチューファンの皆さんの愛情でございますので、紹介したいなと思いました。さあ、続いて。はい。ラジオネーム、ビワコボンさんからです。うん、今まで番組で出てきた関西弁のワード、カッコ、カルタ自己紹介、それいけ、北太郎さんのコーナーなどなど、うん、や、ひなたちゃんの天竜さんの声などを使って、番組のラップ曲を作るというのはどうでしょうか、うん、夢のような話ですが、他の勉強はいまいちですが、音楽で天才であるひなたちゃん、ミュージシャンである、
井上さん番組でも番組でも言っておられたラップのコメコントされた木本さん、ワードの天才である石田さんがいれば絶対最高の姿が最高。もうみんな寝てもうみんな寝てええよラジオ切ってもうええええでね、ここは最高のこうルじゃなくてラップ曲でしょ。最高のラップ曲これリハ、これリハなの今本番なの。ラップ曲ができたら本番バリバリ本番でしょ。ラップ曲全然内容わかんないよ。何言ってんの。ラップ曲ができると思いますし、うん、この番組のサイトに載っているおしゃれな格好でスタジオでレコーディングしている姿がすでに頭に浮かびます。いつかライブでその歌が使われてるとか、埼玉スーパーリードのゲストで木本さんのおさゆさんが出てきてその曲歌うとか想像するだけでめっちゃ夢のようなんですが、なんでがなんでが、この壮大な企画をお願いしたいです。企画だし、リータまとめるとどういうこと。日向んまとめるとどういうことなの。番組のラップ曲を作ってほしいとこのことです。うん、ラップ曲ね。ただ分かったのは、一通り全員褒めたっていうのは分かりました。一通りね。めっちゃいい、ありがとう。褒めてはくれました、ね。でもいいんじゃないですか、ラップとかね。この番組発信でなんか曲というかね。ねえ、それやったらほら、俺もスーパーアリーナとかやってみてみるか。まあ、お遊びという言い方してあれですけど、この中でいろんなね、言葉とか皆さんによりを持ち寄ってね、はい。やってみてください。何が何もないね、まだ。なんで部外者の一緒にやろうじゃメンバーやで、メンバー。すごい聞きたいです、井上さん。だから、まずだから歌詞だなんだを作らなきゃいけません。はいはい、そうなると。ね、今、ドーンで作るのは無理でしょうけど、うん、3ヶ月後。コーナーにしてね。はい。うん、あの時まで。やります。はい、カルタ終わって、その後。カルタの後、ラップ。ラップ。すみません。ラップじゃなくても、もう普通の曲、このテーマソングを作ろうでもいいんじゃないですか。番組テーマソング。おエビ中が歌えばいいわけですからね。そう、どんな俺らもコーラスで参加するみたいな。はいはいはい、どうですか。すみません、木本さんどうしても参加してる。何かちょっとしたね、嫌でしょ。夢でしょ。これちょっと番組でね、企画として作れたらいいんじゃないですか、うん、曲ね。だからそれがラップになってもいいやろうし、うん、違う曲でもいいでしょうし、うん、みたいな、ね。だどんなテーマがいいですか。もし歌うなら恋愛とか、うん、お仕事とか、いや頑張るぞみたいな、元気な歌がいいとか、うん、バラードがいいとか、どんながいい。どんなんだろう、うん、パッと浮かぶのどんな感じ。その逆にエビ中が歌ってて楽しい歌はどんななの。え、元気な歌、元気な歌、盛り上がる、盛り上がる、はいはい、お客さんと掛け合いができる、あ、いいね、そう、はいはいはい、みたいな、そう、じゃあそういうコール&レスポンスができるような盛り上がる曲をちょっとみんなで、うん、作りましょう、うん、あ、ミュージシャンって書いてあった。ミュージシャン、ミュージシャン、これをずっと結構前から考えてるんですけど、普通にメロディーはエビ中が歌って、うん、ラップ部分を全部お客さんに歌わせるっていうのもう歌詞は使っといて、まあ、いやいやいや、ガチャ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 、絶対聞き取れなそう。いや、それはぜひぜひちょっとね、この番組で作れるように、いい、またコーナーが決まりましたら、いいね、詳しく皆さんにお伝えしたいと思います。はい、してみて、以上、よくわからないメールのコーナーでした。そうそうでした。エビ中なんやねんカルタのリリズムに乗ってるキダ太郎さん、もうエンディングです。エンディング曲は私立恵比寿中学の手ぶらベスキー、青春リバティです。さあ、告知お願いいたします。はい、3月12日木曜日から3月15日日曜日までの4日間、銀座の博品館劇場にて恵比寿8人が本格舞台に初挑戦します。そして4月から全国各地を回る春ツアーも開催します。もちろん関西にも行きますので、皆さん詳しくはホームページをチェックしてください。はい、 M ステ出たんですね。はい、出ました。すごいじゃないですか。やったもう、あと念願の夢が、そうですね、叶ったんですね。
それを言ってたから、まあ、緊張もしたでしょうけれども、うん、まあ、このラジオ聞いてらっしゃる方は、だから録画で、うん、何回も見てると思います、ね。いや次のなんかこんなん出たいってのある？やっぱ紅白に出たい。かわいいね、いいね。この上半期の頑張り結構大事ですからね。大事だからね、紅白行こうや。頑張る、頑張る。俺らの応援隊で行こうな。行くのね、また。まあ、そう。行くね。すぐ、フットワーク軽いな活動の幅を広げていかない。いや、それはもう2015年、エビ中の年にできるように頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、さあ、お別れの時間となりました。ここまでのお相手は、柏木ひなたと、星野美玲と、中山莉子と、モンスタイルと、DK 沖本がお送りしました。また来週。